かされた感覚はないかな。確執とかいろいろと言われてるけど、どう思ってるかわからない、うん、久しぶりに向き合う宮原健人が三冠王者としてどういう顔で向き合うのか、そこは非常に楽しみですね。武藤さんのイメージみたいなお話いただけますか。まあ、よくね、こう武藤敬司、天才武藤敬司って言われてるけど、うん、確かにもう天才の一言で言ったら終わるのかもしれないけど、でも試合中だったり、その空間をリングだけじゃなく会場全体の空間を自分のものにしてるところはすごいなと思うし、まあ、それがいわゆる天才と言われてると思うけど、やっぱああいう選手ってなかなかいないのかなと思うし、武藤さんが引退するっていうのも俺個人的にはちょっと信じがたいというか、多分未だにファンの人たちは思ってんじゃないかな、うん、それぐらいなんかこう日本のプロレス界において偉大な存在の一人なんで、うん、まだファンの中でもそういう現実を受け入れられてないファンはいるんじゃないかなと思う、うん、会見で宮原健人選手に会ったわけですけれども、印象どうでしたか。印象か、もっといろいろと言うのかなっていう、全日本プロレスの宮原健人はおしゃべりが好きでしょ、そんなイメージだったからあんまり言わないし出したくなかったのか、俺の中ではちょっと物足りなさはあったけども、でも反面ケントらしいなっていうところもあったから、だから新鮮だったし、久々の再会で新鮮だったけど懐かしさもあった感じかな、うん、宮原選手が記者からの質問を受けて、2人が向き合うことだけでいいでしょうっていう言い方してましたけど、そう思われますか。まあ久々の再会だからね、うん、まあ果たしてそれで良しとできるのかどうかっていうのは当日になってみないと、リングで向き合ってみないとわからないかな、うん、会見で透かされた感っていうのはあったりするんですか。透かされた感覚はないかな、うん、ないよ。あえてなんか二人の関係について深く触れないようにしているように感じたんですけど、いや意外とないんじゃないかな。確執とかいろいろと言われてるけど、ないんじゃない、そういったものが。わからないよ、うん、久々に会ってそんなの数分ぐらいの時間だからどう思ってるかわからない、うん、試合に関しては楽しみっていう気持ちですか。まあそれは久々に会うし、全日本対ノアっていうねテーマもあるし、その中で久しぶりに向き合う宮原健人が三冠王者としてどういう顔で向き合うのか、そこは非常に楽しみですね。宮原選手が持ってるベルトって興味あったりします。そこまで今考えてないかな、うん、だからもしかしたら2月21日東京ドームに久々の再会の時も動くかもしれないし、
わからない、うん、何が起こるかわからないから俺たちプレイヤーもこういう対抗戦だったり久々の試合とか普段ない対戦カードがあるとゾクゾクするね。スワマ選手、青鬼選手、この2人見て印象ありますか？スワマ選手とは、まあ、同期というか同年デビューだからもちろん知ってるし、その当時は俺はジュニアで彼はもうずっとヘビーだったからあまり交わることはなかったけど、久々にねこういう、まあ、タッグという形式で同じ同年デビューのスワマ選手と対戦できるのは楽しみ、うん、青柳選手は俺は知らないから、うん、だからどういう選手なのかなって、あのメンツの中だと一番年下なんじゃないかな、キャリアは、うん、年齢は知らないけど、でもなんかね会見という場で携帯いじって写真撮ったりとかしてるし、なんかちょっと変わってる選手だから、うん、楽しみだな。大きいね、羨ましいよ、うん、身長は努力してもね変えられないからね、うん、その辺に体格差みたいなところプレッシャーみたいな、俺は気にしない、戦い方はいろいろあるから、まあ前も言ったけど武藤さんの引退という場で普段会わない会えることのなかった宮原ケルトと久々にこう再会できる日が来るっていうのがすごく、うん、俺の中では歴史が動く時だから、それがどうなるのかっていうのは本当に未知数だし、うん、非常に楽しみな日ですね、俺も。だから日本プロレス史上最大の夜って言われてる大会になるけど、俺はそれ以上に歴史が動く日かなと感じてはいるね。刑事武藤グランドファイナルプロレスラストラブホールドアウト。プロレスラー武藤刑事、全てを出し尽くして最後白く灰になりたいと思っております。ファイナルカウントダウンシリーズを歩んできた天才武藤刑事、その歴史に幕が下りる。2月21日東京ドーム、全対戦カード発表。午後4時よりスターティングバトル開始。スターティングラブ、矢野泰隆、稲村芳樹 VS 稲葉大輝、マサ北宮。東京女子プロレス提供試合 TJPW スターク、新井由紀、渡辺美優、伊藤真希、水木 VS 辰巳梨花、中島翔子、山下美優、坂崎由子。ワールドウォリアーバトル、アンソニー・グリーン、ジャック・モリス、ジェイク・リー VS ティモシー・サッチャー、小島さとし、杉浦隆。午後5時よりオープニングマッチ開始。ニューエクスプロージョン、宮脇潤太、アレハンドロ、吉岡誠輝、陽平、小峠敦 VS ダガ、クリス・リッチウェイ、早田、エイタ、小川義成。 DDT 提供試合ドラマティックドリームフューチャー、正田武、興六雄也、
岡谷秀樹、遠藤哲也 VS 小島桃井、上野勇樹、勝俣俊馬、真央、ドラゴンゲート VS ノア、忍者マック、リホデドクトルワグナージュニア、丸藤直道 VS ディアマンテ、キャイ、シュン・スカイウォーカー、全日本プロレス VS ノア、曽谷学、中島克彦、剣王 VS 青柳優馬、諏訪間、宮原健人、野沢論外引退試合、フィナールデルーチャー、正田、野沢論外 VS 石森泰治、外道、新日本プロレス VS ノア、東京トルネード、天草 VS 高橋ひろむ、シングルで決着つけろ、おい、おい、お前ビビってんのか、おい、ビビってんのか、あったら帰れ、本当に帰れ。うわ、新日本プロレス VS ノア、シャイニングスルー、清宮海斗 VS岡田和彦、内藤、これも引退試合の相手、来月東京ドーム、お前に決めた、嘘、嘘、武藤敬司引退試合、プロレスラストラブ、内藤哲也 VS 武藤敬司、2月21日東京ドーム、日本プロレス史上最大の夜。